関根さんが知っているとっておきの千葉真一伝説をお願いします。伝説やっぱありますよ。僕はね、千葉さんと一緒にお仕事したのでね、一番印象に残ってるのがね、スペシャル番組でね、西表島に行って西表山ネコを映像に抑えようっていう、千葉真一さんのあの時、千葉さん54歳でした。はい、だから俺は40ですね。14違うから、はい、29年前ですね。行きまして西表島、はい、探すわけですよ、この山道を、はい、これがね、潮の満ち潮でね、行ける行けないがあるから、あ、はいはい、4時半ぐらいに起きて行くわけですよ、はい、でマングローブを通ってね、はい、それで山を延々歩くわけですよ。そんなとこに西表島はね、これいないけども、あの映像としていろ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 絵的撮りたいわけで、ジャックの面々が4人ぐらいいるんだけど、それも若いんだよ、ジャックがまだ20代30代前半なのよ、全然バテないんで、俺だけバテてさ、2時間ぐらい山を歩くわけよ、はい、登って降りて、それでお昼に帰ってきて、はい、で5時ですっていうの、はいはい、次は夕方の、あ、はい、潮の満ち潮ありますから、はい、それまで休憩ですってご飯食べて、はい、俺も疲れてさ、もう4時間ぐらい寝てんのよ、もう、もう疲労で、うん、それでうっと起きてバッて行ったら、千葉さんが休んでたの関根君。俺はトレーニングをしていて、あの近所の小学校の校庭で走ったりしてたらしいんですよ、で鉄棒したり、ジャックとみんなとやったんだよねとか。それでまだ5時ぐらいだと明るいわけよ、でバーって行くと、とほらほらここでやってたんだよって、ちょっと待ってくれって言ってさ、上着忘れてた。忘れてたよ。関根君って言って、ほんでまた夜も歩いてさ、もう西表なんかいるわけないね、山猫なんて。俺らの前、俺らの前に出てくるわけないじゃん。あんな野生のがさ、でもまあいろいろカニとか取ってさ、はい、なんかうなぎみたいなの取ってなんか焼いたりなんかしてさ、それでじゃあ次の日もね、船で回ってる時もさ、千葉さんがさ、あのゴムのチューブを、はい、柱にくりつけて、千葉さんすごいですねっつった、関根君、俺はね一日もこの筋肉を裏切ったことがない。毎日やってるんですよ。って今度は50メートルの滝を降りるってわけよ、はい、あのロープで、はい、俺聞いてないわけそんなこと。でバーって行って、それでよしここ降りるぞ、ちょっと待ってくれよ千葉さん何言ってんだよって。して関根君今からちょっとレクチャーするからって。で、あの太い木の枝が出てたんですよ、そこにロープバーってかけて、はい、ガーってやって、これガチャガチャガチャってやられて、それでまあ 3,4 メートルのところで関根君左手をこう緩めるんだよって、緩めるとスッと降りられるの、はいはい、こうやって、ああこうやって降りるんですね。で、それ15分ぐらいやって、はい、よーし降りるぞ。ちょっと待ってくださいよ。で、その辺の木にさ、50メートルのロープの先っちょさ引いてさ、ちょっと見てくるよっつって、はい、パッと降りてくるわけよ。はい、降りてきて、それで戻ってきて、関根君ね、5メートルぐらいはね、こうやってね、足をつけられるけど、その後はえぐれてるからね、空中を降りていくんだよ。左手だけ持ってな。さもうカメラがさもう下で待ってんのよ。あとヘリコプターも来てんの。ダダダダダダダ断れないじゃん。これがさ桃井かおりさんみたいにさ、ね、女優だったらできない私何言ってんの千葉ちゃんとか言えるけどさ、これ言えないじゃない。これもう今だから言いますよ、もう、ね、もうそういうやつスペシャル番組だからね、はい、やらせあるんですよ。関根君な、あのスカーフ引っかかったふりしてくれ途中で。俺が助けに行くからって。
それでこうやってさ、もうすごい春巡だしちゃうと折れないじゃん、はいはい、だもう折れたらもう「行け」っつってもう客数で、一日消防署員っていうのをやったことがあるから、一応1回はあるわけよ、これが、はい、50メートルってやったことないのよ。でほいでこう足でついてって5メートルぐらいしたらもうブラーンブラーンで、空中でバーッて下見たら、わーッバーッバーッバーッてで20メートルぐらいしてから、こうやってもうロープこのなんかこうカチャってなってるところにスカーフこうやって「千葉さん引っかかっちゃいました!」っつったら千葉さんが「今から行くぞ!」バーッて降りてきてくれて、バーッてナイフかなんかでここでピコッて切って「これで大丈夫だ!」って「ありがとうございます!」ってパーッて降りて、それでジャックも降りてきてね、その後ですよ、50メートルのロープを2本ガッて4本か3本かな、バッと降りてきて、それを束ねて持って帰るのが大変だった。重い。めちゃくちゃ大変。それでいいのが取れたね関根君。やったよ。あ、よかったと思って。それ で夜になったら今度ほらね、はい、あの宴ですよ。はい、こう飲んで、はい、それで関根君ね、関空行こうよ今度関空。ああ。そうだよ。綺麗な海なんだよ。それでね、考えてるんだよ。俺がね、この水の中に、ね、いるんで、そしたらね、敵が来るんで、そこを俺がね、ガバッ上のカメラが捉えて、俺の顔がパッと目が開いて、バーッと上がって、そしたらね、バッとこれをやりたいんだよね。あ、いいですね、かっこいいですねって言って、それでさ、関根君さ、海に入ってさ、10メートルの大凧がさ、いてさ、10メートルに大凧に襲われたら関根君どうする？10メートルの大凧、いやちょっとわかん、千葉さんどうすればいいんですか？俺もわからない。なんだそれと思ってさ。